Fala pessoal, de boa? Continuando a nossa gameplay do Genshin Impact, vamos lá, né? Com a segunda parte aqui da história do evento. でしょうか。カオ、大丈夫か？なんでもう居眠りしてるんだ？昨日はよく休めなかったのか？いえ、私は大丈夫です。それよりもまずは大事な話をしましょう。帰った後、パイモンさんから聞いた状況を細かく分析しました。溺れた人を助ける、そして音楽を奏でる、この2点に関しては人でも仙人でもできる人は少なくないとしか言えませんけれど、その音楽が人に生死の境にいる現状さえも忘れさせ、気がつけば岸辺に戻っているというと、おそらく普通の人間は曲に秘められた戦力を感知できない上、彼自身の体周辺に漂っていた力の源もわからなかったために、こういった曖昧な描写になったのだと思います。この話が確かならば、きっと本物の仙人が手を差し伸べて助けてくれたのでしょう。え？フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。おいら気になるぞ。象徴みたいなやつか？いい感じだな。でもリーユへの仙人たちとはちょっと差がありすぎるぞ。そういえばふと気になったんだけど、もし今からカンウが同じように人を助けるとしたら、どんな風に助けるんだ？え、私がですか？人を岸辺まで引き上げた後は、どこか近くの木の後ろにこっそり隠れて相手の状況を観察すると思います。そしてその人が無事であることを確認したら、こっそり離れます。わかったぞ。カーンはいいことをしても名を残そうとはしないタイプなんだな。いいえ、その説明するのもとても面倒ですし、人からの好意を受け取ることも苦手ですので。おお、だったら当時の仙人もそう考えたんじゃないのか。だから何にも言わずに行っちゃったんだ。うん、ほっほん。ふん、わらわはたまたま通りすがっただけ、ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。凡人ごときのせいで危うく金を引く興が覚めるところであった。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。私の知る限りでは龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行ってシンくんを見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、それに私はリーユエコーに長く居すぎたせいで仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら一番詳しいのは彼女でしょう。いいぞ。龍雲神君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。
お祭りの手土産はもう準備しました。ただはい、シン君はいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究していて、ずっと孤独です。人と話す機会があればシン君は、仕方ありません。もうドヴォルザークさんを助けるとお約束しましたから、契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも今すぐ龍雲神君の洞天へ出発しましょう。カンはどうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。こいつの気持ちもわかるよな。じゃあもし今年も龍雲神君がまた世間話をするなら、オイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もう姿が見えないぞ。おーい、カオ、オイラたちを置いていかないでくれ。ふふ、追いつくのに疲れちゃったぞ。お前たちは休まなくて大丈夫なのか？龍雲神君、留守だなんて。無駄足だったのかよ。神君は普段からほとんど外出しません。昔からお祭り期間中はいつも他の仙人たちの方が彼女の元を訪れていました。はい、落ち着いて考えさえすれば、シン君は様々な状況に対応できますから、心配する必要はありません。ここが無駄足だったなら、次は、他の仙人の洞天を片っ端から訪問していくべきかもしれません。ええ、まだ走るのか？わかった！いい考えを思いついたぞ！パイモンさん、どうぞ。オイラたちの今の目的は、あの仙人を探すことだろ？確かに音楽は聞こえてないけど、でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。はい、確かにその通りですが。だったらこいつが水に落ちるふりさえすれば仙人をおびき寄せられるぞ。オイラが泳げないのはお前も知ってるだろ。本当にボコボコボコって沈んでっちゃうぞ。ひひ、オイラを信じてくれ。あ、そっちの水は深そうだから早く真ん中へ泳げ。何事だ？もう何ともないか？神格コウマ体制。早く何とか言えよ。オイラに説明させるのか？分かったよ。オイラが言えばいいんだろ。オイラたち今音楽を演奏できて溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても情報をつかめるとは限らないだろう。我ではない。
わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと、旅人とパイモンは知っておるはず。おいらが悪かった。認めるぜ。こんなに気まずい状況になるって分かってたら変にアイディアを出さなかったぞ。無事ならいい。我の知る限り夜叉の中にお前たちが探しているものはいない。それからこのようなやり方は気が気でない。次からもう試すな。コウマ体制は相変わらず風のようだ。そうですね。返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか？怪盗祭の間、予定がないなら一緒に李友好に戻って過ごしませんか？今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが、あ、龍神君といえば、最後に会ったのはいつですか？今日だ。朝早くに出かけ、古老山の方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を童貞へ置いてきます。うむ、すまぬ。今の感じ、神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間は李友好で俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カーン先輩やカーンお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。なるほど、覚えたぞ。そういえば、二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してるときに、なんかの音楽を聴いたりしてないか？音楽とは、なんだ？お前を喜ばせたり、落ち着かせたりする声とか、音のことだぞ。張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え、本当かよ。じゃあ早く行こうぜ。ここだ。いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。どうしよう、
おいら耳がダメになっちゃったかも。何も聞こえないぞ。鳥が鳴いて水の音がサラサラ。このような落ち着く音は主らが探しているものではないのか。あ、おいらさっき話の途中だったぜ。もうおいらが悪かったよ。神格、おいらたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？子供扱いするなよ。ふん、童謡は歌えるけどお前に言われた通りにするのは嫌なんだぞ。あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ。神格も聞いたことあるあれとかさ、そしたらわかりやすいし。それってこの前雲錦が劇で歌ってた歌か。そうだな、その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小刀が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。雲錦のステージを見た時、胸の中が温かくなって、酒が腹に入る時さえも温かさを感じていた。今日再び主からこの歌を聞いても当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。神格、オイラが思ってたよりもずっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきた全てのきらめく瞬間をギュッと濃縮してくれてるみたいだ。カンはどうだ？何か印象に残る旋律とかないか？両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リーエの民謡以外に今思い出せるのは不当の船員たちの歌声、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていてもとても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。
そうだな、カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、覚醒とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう、我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達と言った方が近い気がする。皆さん、ありがとうございます。春になって花が咲いたら、国政を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。さまざまな花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法はすべて主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか？そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても、女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。不敬な真似をしておるのは誰だ？わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠。シンくん。出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちに、お前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、ここはわらわが大人になってやる。カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ、己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。